こんにちは。ここがどこかもう分かりましたね。美しが原です。僕が日本で一番好きな山っていうのが分かっていただけると思うんですが、厳冬期の美しが原でアルプス全見えです。ほーら、あれ大賀島、ほらキレットも槍も鹿島槍も五竜も見えてます。すごいと思いません？美しが原って。九州や北海道の人どうですかね。これ八ヶ岳です。で、向こうに富士山、こんな見えるんですよ、全部。ほら、すごいですよね。こんな天気がいい時多分本当ないと思うんで、狙ってきたとはいえ。あだこさんどうですか？最高、イエーイ。ありがとうございます。それではビーフシチューを食べに行くのと、あと大賀島に行ってきます。そしてたまにスノーシューでもハマることはあります。でもこうやって誰も歩いてないところを歩くのは最高ですね。そしてあれが美しの塔です。アルプスを見ながら、そして向こうには南アルプス、そして誰も足跡のないところを歩いているんですが、富士山も八ヶ岳も見えてたまらないですよ。これみんなちょっと一回冬に来てみましょう。ほんとやめられなくなります。富士山が見えるのがすごいよな。すごいね、角度が最高。OK、 あ、これ鹿の足跡だな。それでは